はい、どうもこんばんは、小林隆史家でございます。今日は思い出シリーズということで、学生時代の話少ししようかなと思うんですけどもね。まあね、これは学生時代の話であると同時に、まあバイト話でもあるんですけどね、僕が某大学に、まあ、すぐバレちゃいますけど、某大学に通ってる頃の話ですが、夜中にね、バーミヤンっていう中華のファミレスでね、バイトしてたんですよね。ただそのお店がね、夜の2時閉店なんですよ。そうすると閉店作業をして3時ぐらいに、まあ全部の仕事が終わると。だけどね、終わっても3時頃だと電車がないんですよね。なもんで部室に泊まろ、大学のと思ってね、まあこれはもう時効だと思ってるんですけど、昔はね、その学校もね、結構警備が薄くてね、薄くてなのかな、うん、なんかいくつか大学構内に忍び込めるルートっていうのがあったんですよ。でそこをね、夜中にこうよじ登ったりしてですね、大学の中に忍び込んで、夜中にで部室棟に入って、部室の中で寝ようと思ってね、いたらなんかちょっと明かりがついたりして、あれ誰かいるってなって、コンコンって言って、恐る恐る入っていくと、まあ、先輩が、まあ同じような感じでね、夜中に映画見てたりとかして、まあ、あ、それぐらいまだいいんだけど、あと夜中に行ったら、夜中じゃなかったかな、なんか後輩が男女でごそごそしてたりとか、まあいろいろありましたけども、大学生活って感じですけどね。で僕の場合は正直あんまりこう大学時代に勉強した思い出があんまりなくて、そういう意味ではね、部活絡みの思い出ばっかりになっちゃうんですけどね、まあしょうがないんですけど、まあそのちょっと演劇部っぽい思い出を続けていくと、演劇部ではね、基本的にその演劇に関わるあらゆることを一応経験できるんですよね。例えば公演によってはその音響をやってくれとか照明をやってくれって言われたりして、で意外とそれやってみるとそれが面白かったりしてね。ただその自分らがやってたアトリエっていうのが、もう機材がとにかく古いんですよ、オンボロで。だから今はそこで学んだスキルっていうのはもうほぼまるっきり生きないんだけど、あの生かす場がないんだけど、照明なんかだとね、今だったらそのフェーダーみたいなさ、あの音とかをこうやってやるみたいなフェーダーみたいなのを使ってね、照明もやるんですけど、そんなんじゃないのよ。あのね、こんな巨大なね、電磁コイルみたいなのがあってね、ここはギューって回って、でこのメモリがあってさ、0からギューって100までこうなってるみたいな、こういうなんかだるまって僕ら呼んでたんですけど、スライダックっていうんだけどね、こういう電磁コイルみたいなのがこうボン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 って並んでんの、7個ぐらい。それでね、照明を挿した電源がここにこう繋がってるわけ、1個に。例えば1個のに、なんかいくつかの灯体の電池が繋がってると。そうすると、これをギューってひねると、これに繋がってる明かりがつくわけね。で、例えば、こことここをせーのでこうやって回すみたいな。2人がかりで4個ぐらいをこうやって回して、フェードインとかね。で、カットアウト、カットインはどうやるかっていうと、それのブレーカーが並んでるでしょ。それをせーの、バチーンとやって、暗転とかね。ものすごい原始的な技術を使って、やってました、照明をね。懐かしいですけどね。あとは、音響だと、その当時は時代的に MD とかだった気がしますね。で、MD がなんかの不具合で飛んじゃってとかいうハプニングがあったりね。そういう思い出もありますけど。で、それ以外にも、例えば、まあ、チラシを、公演のためにチラシを作るんでね。で、作るときに、近所の商店街のお店とかに、広告を取りに行ったりするんですよ。それはまあ、昔からね、出してくる方がいらっしゃったりするんだけど、今回もお願いできますかって、このぐらいのサイズで1万円とか、このぐらいで5000円とかっていうのを、チラシの裏にね、載せるんで、つってお金をいただいて、それをまあ、チラシをする代金の足しにしたりとか、あるいは、まあ、これはまあ、制作みたいな仕事ですよね。あとは、大道具とか小道具とかもちろん自分らで、作るんで、まあ、トンカトンカやることもそうだしね。そんなことをやったりして。あとね、大道具みたいなことで、大掛かりなやつで言うと、みんなやっぱ試したいじゃん、いろいろ。で、僕じゃないですけど、なんか同級生が作った舞台で、舞台をね、こう、ふかしてかさ上げして、
で、下にね、こう、なんていうの、子供用のビニールプールをね、こう、仕込んであって、水が入ったやつを仕込んであって、で、そこにね、こう、だから地上にはポンプが出てて、井戸があるっていう設定の。で、この井戸をガシャガシャってやると、ここのプールの水がこう吸い上げられて出ると。で、出たものは全部ザーって流れてまたプールに戻るみたいな循環型の、その、井戸を作ったりとかね、舞台上に。で、水が出るようにしてみたいなことをやったんですけど、結構大掛かりだったんですけど、それはね、千秋楽ぐらいにね、なんかね、どうやらちっちゃい穴が開いてたらしくてね、やってる間どんどんスコスコって水が出なくなってて、もう本当に出ないと困るんだけど、芝居上。本番中に井戸が枯れちゃったっていうね、そういうハプニングがあったり、いろいろね、ありました。まあ楽しかったですけどね。でも、いろいろ経験できたことで、まあ演劇に関わる全体のこと、制作も含めた全体のことをなんとなく一通り学んだ感じになったっていうのは、まあ、すごく良かったですよね。やっぱ役者から入って役者だけやってたら見えないことっていうのがありましたからね。まあ今もたくさんあるとは思うんですけどね。そんな大学あるいは演劇部の思い出っていうのはまだまだありますんで、まあなんか思い出したらまたこういうところで喋っていきたいかなと思ってます。それではまた、バイバイ。はい、というわけでチャンネル登録、高評価などよろしくお願いします。あと投げ銭したくなったら概要欄の方にリンク貼ってありますのでよろしくお願いします。小林隆史でした。